それじゃあ始めるか。まず卵が孵化するための羊水を作るそうだ。中に入っていた羊水の素を水で溶いて羊水を作るぞ。問題は羊水の濃度だな。濃さによっても個体が変化するらしいぞ。どうする？次に作った羊水の温度を調整するそうだ。これも使い魔の個体性能に関係するらしいな。どうする？次は結構重要そうだぞ。マスター認識物の添加だそうだ。簡単に言えばお前の体の一部を入れることでお前と使い魔をシンクロさせるってことだ。添加物の候補は次の3つだ。最後はやってもやらなくてもいいみたいだけど、その他の添加物って書いてあるぞ。羊水に何かを溶かすことで能力が変化するらしい。入れるものは赤い石、青い石、緑の石だそうだ。どうする？まだ持ってるみたいだな。どうする？なんだ、もう残ってないのか。それじゃあこの段階は終了だな。これで本当に終わりですね。どんな使い魔ができるか楽しみですよ。やっぱり可愛い女の子の方がいいよな。だろ？で、どんなタイプが好みなんだ？ま、ここでどんな話をしたってどんな使い魔ができるかは明日のお楽しみってやつだ。さて、今日はもう寝ようぜ。カホーは寝て待てって、ね、それじゃあ僕も寝ます。明日から休暇で東のリボッカ村に出かけるんですよね。あなたも早めに休んでいた方がいいですよ。ではおやすみなさい。おはようございます。お目覚めの時間です。起きられたようですね。肯定します、マスター。やっと起きたようだな。おはようございます。可愛い子ができてよかったですね。そのようにデザインされました。それよりリーダー、こいつに名前をつけてやってくれよ。呼ぶときに困る。そうですね、可愛い名前をつけてあげてください。よろしくお願いします。把握しました。私はレミーと呼ばれる使い魔です。皆様よろしくお願いします。よろしく。能力値向上です。能力値向上です。
にちは。僕はトリシアだよ。はじめまして、トリシアさん。レミーと言います。うん、よろしく。なんかこんなに可愛いのに、どこか雰囲気が君に似てる気がするね。似てて当然かな。君がお父さんなんだもんね。あっと、聞きたいことがあったんだった。休暇取れたんでしょ。どこまで行くの？リボッカ村まで知人の家族を訪ねに行く予定です。へえ、そうなんだ。道中気をつけてね。何か？ディクセン団長の奥様ですね。僕はレムスと言います。ああ、傭兵団の。いつもお手紙をくれてありがとう。そう、あなたがレムス。手紙と同じで優しそうな人なのね。さあ、立ち話もなんですから、中へどうぞ。遠いところをわざわざありがとうございます。それと夫と娘の訃報を知らせていただきまして。いいえ、僕たちも
ディクセン団長やレジーナさんにはお世話になりましたので。レムスさんから初めて手紙を受け取った時、最初はタチの悪い冗談だと思いました。でもこうしてレムスさんに直接会ってみると、本当にあの人もレジーナももういないんですね。いずれはこんな日が来るとは覚悟していました。夫はあの通り戦いでしか生きられない人でしたから仕方ありません。しかしレジーナは娘だけでも生きていてほしかった。最初から行かせなければよかったのにな。いつも止めたのよ。いつも帰るたびにもう行かないでって。だけどあの子は聞かなかった。こんなことになるなら嫌われてもいいから行かせるんじゃなかった。たとえレジーナに嫌われたって、生きていてくれさえすれば。そうでしたか。そのお気持ちお察しします。すみません、こちらこそ取り乱してしまって。今さら嘆いてもあの子たちが帰ってくることはないのに。心配かけてごめんなさいね。そうだ、あなたたち今日はうちに泊まっていきなさいな。夫やレジーナのこといろいろ聞かせてほしいの。はい。誰かと思えば君のことだったのか、ルードヴィッヒ准将。突然の訪問申し訳ございません。いや構わんぞ。英雄である君の訪問を受けることは私にとってもプラスとなる。それで一体何のような。はい、実は折り入ってお願いがございます。なんだ、言ってみろ。単刀直入に申し上げます。情報部にいるあなたの子飼いのものと合わせていただきたい。何のことだ。確かに情報部には知り合いもいるが、私の立場で特定の誰かと親しくすれば。確かカーギルという名だった。私にも多少の情報網はございますので、ご安心ください。このことを口外する気は今のところありません。今のところ秘密を守らせる一番の方法は秘密を共有することだと言ったのは誰だったかな。どうやら隠し立てするのは得策ではないらしい。だがカーギルと会ってどうする。
軍内部にも私の手柄を妬む者は少なくありません。それだけならまだしも国益を害するというのは考えもなしに妨害工作を行ってくる始末。私もことを荒立てたくはありませんが、降りかかる火の粉は払わねばなりません。まあ有名勢というやつだな。その苦労は私にもよくわかるぞ。それでどうでしょうか。彼の力を借りたいと思うのですが。ではこうしよう。数ヶ月後に次の大統領選が行われるのは知ってるだろう。はい、私の情報ではカト派の連中も票を伸ばしており、大統領の再選も楽ではなさそう。財界の方も大統領とお付き合いのある兵器関係者だけでなく、国外市場を相手にしている連中の不満も募っている。ああ、どこまでも承知ということか。ならば私の言いたいことはわかるだろう。何しろ君は国民誰もが知る英雄だ。君の一言は私の演説より重かろう。承知いたしました。大統領の再選のため私も微力ながらお手伝いさせていただきます。代わりに情報部の者との仲介をお願いいたします。これを機に良い関係を築きたいのかな。Thank you.
簡易なミッション各自の判断に任せるのよろしいでしょうか。どうした、こんなもんか。簡易なミッションですね。よろしいでしょう。各自の判断に任せるのですね。もっと強くならなくちゃ。よろしいでしょう。各自の判断に任せるのですね。僕だってやれ。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。真の一撃。行きます。もっと強くならなくちゃ。